コメント来てた。ペット飼ってそうなパーティーでお願いします。うちはペット飼ってません。左から、エスカノールっていう馬飼ってそう。めっちゃちっちゃいミニチュアダックスフンド飼ってそう。でっけえトラ飼ってそう。トラ、うお、ある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 。ここも誰かしらの必殺貯めてさ、マジ行くしかないんだよね。じゃあトラのフリスビー。いやこれトラじゃなくてヒョウだな。いやワンチャンこれさ、全体攻撃3発で落ちる可能性あるんだよね。弱すぎだって。おい、やったやったやった、後ろから特大ハゲ出てきたぞ。あ、普通に強い。わあ。結論、動物飼うなら犬がいい。ハローエブリワン、フォーエグザンポー、どうもゴズです。ということで本日はですね、ナオフミと心配すんな師匠を掛け合わせて PVP をやっていこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで早速いきましょう。ということで編成はこちらですね。前回の光版のところ煉獄心配すんな師匠に変えた編成となっております。で今回はね、煉獄版を入れてるので等級は少し下がります。なので回避飯、そしてアーティファクトがこちら最大 HP 増加レベル5で、人間族の味方の最大 HP が 7% 増加して単体攻撃で受けるダメージが 10% 減少するっていうアーティファクトをつけています。こちらの編成でどれだけ相手をボコせるかやっていこうと思いますので、ぜひご賞味あれ。そらーやっていきまーしょう。ご賞味あれじゃなくてご賞覧あれ。お願いします。さあミラーゴンドンゴンドン。東急飯な感じか、これは。なるほどね。初手から必殺貯めていきます、みたいなね。流星飛べ！オッケー？さあ、まあ、感染2枚来てなかった、うわ、何？いや、重なったってことは、単体札だから。まあ、とりあえずこれでいきましょう。流星飛べ！はは、心配すんな、死臭。オッケー、感染2枚来た。なるほどね。銀、単体ね。あ、違うわ。銀全体か。オッケーオッケーオッケー。全然いい全然いい。これもう一回構え取ってさ、感染1枚と、多分こいつに新樽だよね。あー新樽だね。感染1枚と、え、煉獄バンサー必殺食べるこれ。ワンチャン食べてよくない？流星だぜ！強くない？待って、あれより強い説あるよマジで。流星だぜ！まだ感染あんのかこいつ。まあまあまあ、もう全体で落とすことはできないから。よし、危ねえ。じゃあ最後は、感染、煉獄バンさん必殺、こちらで落としていきましょう。レッツゴー！オッケー！落ちないのそれ！最悪だわ。それは最悪すぎる。オッケー。オッケー、いい。このね、滞在と戦うとき、デバフが相手につかないので、結構やりやすいんですよね。天地開闢になりづらいというか。なるほど、そこから狙ってきたと。オゲー？まあ、ゴンドンさんは落とせないっすよ。で、相手感染もないっしょ。だから、全然大丈夫っすね。さあ、こっちは構えとて、心配すんな。で、これで行きましょう。冷静だね！死臭！オッケー？これもうだって真面目に倒せればいけるっしょ。じゃあ完成2枚打って、真面目に落とし。レッツゴー！いい火力！素晴らしい！オッケー！最強！マジで光の番持ってない人は、煉獄番で全然対応できますね。おー？あ、同じ人かな？同じ人っすね。オッケー？あ、先直踏み落としてきましたか。なるほど。オッケー？さあ、じゃあ、先ほどの通り、まずは、心配すんな！死臭！レッツゴー！あ、やべ、風だ、バカいい。いやいやいや。ナオフミは一回しか落とせないし、無理よもう。まあまあこれで、溶けちゃうけどね。うわ、マジか、バン落ちるんだそれ。絶対落ちない。勝てー！ 1、2、3ガリア。3
さあでもまあやっぱバンいないと人間族のアーティファクト出ないんで、さっきよりは劣りますけど、もうほぼ勝ちですね。おげーおげー、3戦目いきましょう。はい、お願いします。おっと、ヘルフィーロー、あ、フィーローじゃない、フィトリアタン。これ東急飯、ゴンドンイゾーノからね。まあ、バンさんちょっと生命改心なんだけど、変えようかや、生命鉄壁にしようかな、じゃないとちょっと不安だわ。まあ、まずは心配すんなから入って、これでいきましょう。すんな師匠、ちょっとあんまり心配すんな師匠と流星盾を乱用するとテロップ打ちがめんどくさくなる。まだ気にしないであんのね。別にいいけど、こっちだってやるときはやるから。てか必殺食べれば勝てるくね、これも。はい、オッケー。おほー、2発かそれ。まあ、バン申し訳ございません。なぜかデータがぶち壊れてしまいましたですが、全力で勝ちましたので、こちら今画像に載ってるのが、ファンアートを描いてくださった方の絵です。めっちゃかっこよくない？ということで続きどうぞ。ちょっとね、データの容量が多くなっていきなり録画が止まってしまったんですが、ぶち勝ちました。おーおっと、来ました。これ厄介ですね。結構ね、エスタロッサが本当に厄介。この編成。2ターン目までこっちが耐えれるかどうかっていう問題もありますから。ただ、天地開闢にならないのはいいこと。オッケーオッケー。いやー、ここね、配信で教えてもらったんです。オッケーオッケーオッケー。それだったら、だって闇1個しかつかないでしょ？これがね、次のターン闇がつく状態であれば、ですね、もう、有無を言わず、なんだっけ、あいつ。エスタロッサを取りに行った方がいいみたいです。この場合は。ここで、次のターンに倒すっていう流れじゃなくて、ただ闇がつかない場合は、全然、これでいけると思う。オッケー？これで解除。一回、終わる。絶対落ちない。オッケー！素晴らしい素晴らしい。あとは、相手のジャムおじさんだけになれば、ここ倒して、ここ倒して、ここ倒して終了です。レッツゴー！素晴らしい！おーいえーカーチンゴジンやで。オッケー、4連勝。はーい、おーっと、それこれ同じ人ですね。いやでも中身なしか、これワンチャン。まあでも中身なしだったらなしで好都合。流星盾、いやでもワンチャン回避飯食ってきた説はあるから。あ、中身の人かな。オッケー、おほー、よし、じゃあ最後行きましょう。レッツゴー。あ、激弱劇的な弱さ。おー、ありがとうございましたということで本日もご視聴ありがとうございました。裏切りませんということで本日もご視聴ありがとうございました。途中でちょっとね、動画が切れてしまったのは申し訳ないんですけれども、1試合目以外は全勝できましたので、もしね、光の番ちょっと持ってないよとかいう方はね、この煉獄番でも十分強い。高校からでもこんだけ勝てるので、ぜひこちらの編成真似して PVP やってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画まで。UNO DO STRESS Thank you。 ということで、やばいね、また煉獄版輝き出す時が来るかもしれない。光版持ってない人はもう必見ということで、今日はね、ゴールデンウィーク中3日日の3日目ですね。皆さん何をしてますか？飲み行ってる人も結構いるんじゃないですか？本当はまあ飲みすぎずね、やってくれされば、不幸中の幸い極まりないということで、ぜひ飲みすぎてしまった方は、DM で飲みすぎちゃいましたと、連絡してくれれば嬉しいです。ということで皆さん、おやすみー。